こいつ死んじまったぞ。血を分け合った兄弟を手にかけるとなんということ兄弟じゃと？そんなものとっくに死んでおる。千年前にな。千年前だと？一体何のことだ？お前は運のいい者どもよ。本来ならば貴様らのような卑しき人間は我が姿を目にすることすらかなわぬのだからな。我が名はザラン。今よりこの世界に君臨する新たな王よ。ザラーム？それって千年前に大戦争を起こしたっていう。あのどうなってるんだ。あんたは名主様の双子の兄さんじゃ。今は気分がいい。貴様らにも特別に教えてやるとしよう。この老いぼれそっくりに変身していたのだ。双子の王の予言を利用するためにな。何だと？双子の兄を名乗って近づくことも、聖杯を闇に染め人間を滅ぼせとそそのかすことも至極たやすいことだったぞ。名主様を利用したってことか？その通り。と言ってもそやつは元から異常なほどに支配欲の強いまさに卑しき生き物だったがな。それなりに使える駒だったがもはや用済みよ。我が思惑通り世界は混乱を極め聖杯に闇の力が満ちようとしている。千年前と同じように今度こそ聖杯の力を完全に目覚めさせ我は神をも超える存在となるのだ。そんなことさせないよ。おお、その腕の刻印、我が血を継ぐ者の証ではないか。偉大な祖に立てつくとは血迷ったか。何が偉大なもんか。あんたという汚点を倒して一族のみんなを救う。私はそのために強くなったんだからね。さあくたばりな。千年の歳月は我が気高き一族さえも取るに足らん人間に変えてしまったか。嘆かわしいことだ。ボルネーゼ。許せん。ジャイワールの王子よ、その間抜けな顔、父親によく似ているな。何？いいことを教えてやろう。ダラルの王に破滅の剣を与えたのも、クレティアの女王によからぬことを吹き込んだのも、そしてお前の父親を殺したのも、すべて我がやったことよ。ゼザール！愚かな人間風情が我に立てつくなど軍不相応にも程がある。ましてや聖杯の力を得た今、神ですら我が足元にも及ばぬわ。
とのおしゃべりにも飽きた。卑しき生き物らしく無様に死ぬがいい。ああ、そんなかわいそうなことって。他に方法がないんだ。これが世間に知られればきっと大きくなる前に殺されてしまう。こうしている今だって奴らが